ギギギ。どうしたの、お兄ちゃん。みんな深刻な表情だけど。何の話をしてたの？もう、急に変な冗談やめてよ。妹がお土産を持って帰ってきたっていうのに、笑えない冗談を言うような人にはプレゼントできないな。で、本当のところは何があったの？お集まりでしたか。副長さん、また辛い役回りを押し付けてしまいましたね。先ほどかける先生の遺体は学園側で処理させていただきました。え、嘆かわしいことです。強欲の契約者だったとはいえ、行為として学園に尽くしてくださった恩は計り知れません。時間が巻き戻ったおかげで、結果論とはいえ失われずに済んだ命も多いですしね。尊い人間を亡くしてしまいました。あまりに鎮痛な出来事です。喪に服したいところではありますが。副長さん、伊達さん、駿河台さん、契約者も残り3人、新生徒会の皆さんだけになってしまいましたね。残酷な現実ではありますが、霧や結界といった学園の異変を解決するためにも、残りの皆さんのイデアを砕く必要があります。お酒嘆かわしいですね。今の剣能は人を殺しかねない強さでしたよ。余裕しゃくしゃくで防いでおいて何が嘆かわしいだよ。聞いたぜ、てめえが存在操作の剣能を持ってるってな。どうせ副長と同じ何か番外の契約者なんだろう。私が契約者ですか。時空間操作の力を持つかける先生から聞いたのでしょうか。は、皆さんも存外人が悪い。真実を知ったのならそう早めに教えてくれないと。こんな滑稽な芝居を打つ必要もなかったというのに。くそ、なんだこの力は。ご明察の通り、これは憂鬱の悪魔の力。副長さんの虚飾と同じく番外の力。存在を操作し、あるものを消し、ないものを生み出す。対象の存在を変化させたり、操作したりと、いろいろと便利です。
強欲の権能にも負けず劣らず、なかなかの力ではありますが、世界の歪みを生まないため、なるべく私自身は力を使いたくはないのです。契約者のお三方だけでなく、相川さんや日向さん、それに深夜も不信感を与えてしまいましたよね。ごめんなさい。この力は私利私欲は当然、緊急時以外には使いません。あくまでも学園側の最後の抑止力なのですから。お察しの通り、結界は私の力によるものですし、私を倒せば結界は消えて外にも出られます。ですが、霧を広げて狂気をはびこらせ、世界の歪みを生み、混沌の苗床を作ることが正しいのでしょうか。どうか皆さん、ぜひ一度じっくりと考えてみてください。その上で私を倒し、学園の外に出て、権能によって世を乱し、霧と世界の歪みによる狂気と混沌を厭わないというのなら、覚悟していただきます。深夜も含め、皆さんどうかご自身と世界のためにも賢明な判断をしてくださいね。それと、皆さんのおかげで他の契約者はいなくなり、不可抗力とはいえ、学園のほとんどは安全な状況になりました。もう新生徒会という組織は不要でしょう。解散にいたしましょう。幕開、宵闇。死ね死ね死ね。先輩、少し一人で静かに考えたい。事態を整理したいから、一度図書館に戻ることにする。しばらくソラさんのそばにいます。カケル先生のこともソラさんの力のことも。混乱したし驚いたけど、あの人が
正しいって信じてるから。俺はこの力を使って叶えなくちゃならねえことがある。結界の元凶がソラさんだってんなら話が早い。あの人に抗って戦って倒すほかない。いろいろ混乱してるところ悪いが抜けさせてもらうぞ。やるべきことが定まったからよ。結界や霧のことで学園内は少し混乱してるみたい。問題を起こすような契約者がいないのが救いだけど、私しばらく生徒会室で対応をしようと思うの。一橋くんのいないこの時間軸だと生徒会も健在だし、新生徒会も解散って言われちゃったしね。何より今は少しでも他のことで気を紛らわせていたいから。お兄ちゃん、さっきは取り乱してごめんね。みんな辛いのは一緒なのに。ありがとう。みんないなくなっちゃったね。もしもみんなが争い合うことになったら私嫌だな。お兄ちゃんはそんな悲しいこと言わないでよ。お兄ちゃんは当然として、伊達先輩も心さんもみんな優しくて誰かを傷つけるような人じゃない。三人なら学園の外に出ても大丈夫だと思わない？うまくソラさんやユダ先輩を説得できないかな。もしくは心さんは力に関心がないみたいだけど、そうじゃない伊達先輩をうまく説得できないかな。ねえお兄ちゃん、新生徒会のみんなを説得しようよ。お兄ちゃんの話ならみんな聞いてくれると思うから。ところでお兄ちゃん、お兄ちゃんって最近痩せたりした？お兄ちゃん記憶喪失だもんね。わかるわけないよね。ごめん、変なこと聞いちゃった。気にしないで。これで無理だけは。保健室に僕は。どうしてこんな格好を。気がついたら保健室で寝ていたし、学園で起きている異変と関係があるのか。
あら副長さん。いえ、もう副長じゃありませんでしたね。考えは定まりましたか？本当に？駿河台さんと伊達さんがどうして契約をしたのか、その本当の理由を知っていますか？強固なエゴ、強大な願いの持ち主とでなければ悪魔は契約しません。危険な願いかもしれない。願いそのものが危険でなくとも、霧や世界の歪みによって間接的な危険を生み出すかもしれない。かける先生のように。それに今危険でなくとも今後までは分かりません。私の、学園側の意思は変わりません。全ての契約者が消えるまで結界は解きません。深夜は私の考えを理解してくれました。ソラさんの言ってることは正しい。そうでしょう。先輩、間違った選択だけは取らないでください。あなたからも前向きな答えを聞きたいものです。せめて承諾か容認かを。くれぐれも嘆かわしい答えだけはしないでくださいね。まだ全然事態の整理ができていない。全くもって先輩はせっかち。それでどうしたの？ソラさんと、それとも伊達、もしくは私と。先輩は私と戦いたくない。私は自らリタイアをしてもいいと思ってる。ソラさんとも伊達とも戦うつもりは今のところない。でもソラさんと伊達は考えを曲げないと思う。不確定要素として夜の存在もある。波乱が起こるのは確実だから
今すぐにこの力を手放すことはできないけど、先輩や千代ちゃん、会長と戦うつもりはない。あなたたちが不当に危険な目に遭いそうなら手助けをする。ご存知の通り、私は安心安全な女。よう、副長。散歩で立ち寄ったとは思ってねえよ。で、どうした？やぶから棒にどうした？俺とお前のことか、それとも俺とソラさんとのことか。何にせよお互いに譲れねえところでぶつかっちまったら争うほかねえだろ。知ってるか、争うって字は二つの手で物を引き合う形が元になってんだ。てめえが俺を止めるって言うなら仕方がない。もとよりいつかは戦う覚悟だったんだ。正々堂々決着をつけてやるよ。けどよ、もしてめえが俺と、いや、何でもない。忘れてくれ。後悔のないようにしっかり悩み、考えて、てめえの心で決めろ。てめえの人生、てめえの決断なんだけど。
ける先生がいなくなった今、私がしっかりしないと。いい、戻ったか。机に手紙がある。千代からお前に宛てたものだ。いや、さっき妹にお前のクラスの場所は聞かれたよ。中等部の千代ちゃんがこの異変に巻き込まれるとは本当に災難だな。どうしたんだよお前、 B 組に決まってるだろ。
蹴散らせ。行くぞ。もらう。殲滅してやろう。今日つく。もらう。お願い。わかった。今日つく。かわいがります。殲滅してやろう。虚になる。もらう。死んだ。フォロフォーダーに従います。撃滅です。容赦しない。もらう。消えて。結構許さん。明快。行くぞ。今日は敵だね。もう一撃。もらう。ただ従うの。結構そそる。明快。行くぞ。もらう。殲滅してやろう。これで結構反撃する。倒す。今日つく。もらう。ただ従うのみ。結構一矢報いる。痛いだろ。目指せ。行くぞ。虚になる。主さんの言う通りに、お信用。我が主のため。軟弱。結構早く。我が主。行くぞ。
後ろになる。そうだ。